間違い探し。これは難問です、ご主人。なんと間違いが6つもあるそうです。簡単じゃん。ほら、そことそこと。お言葉ですが、ご主人、これは違いであって間違いではないと思います。だったら違い探しと表記すべきです。あ、すみません、僕が間違ってました。でもほら、ご主人、こっちの本こそ本当の間違い探しだと思います。ノアの箱舟、これは実に難易度が高いです。あ、よく見たらライオンがつがいじゃない。これは重大な作画ミス。いえ、愛に正解なんてないわ。故に間違いじゃない。でも姉さん、これだとライオンが絶滅。でもじゃない。特別講義1。匂いを嗅ぎ合うのは犬にとってただの挨拶だって言うけどさ、日本犬同士、それもオス同士だと、なんかこう空気が張り詰めない。多分それ立場の強いオスほどしつこく匂いを嗅ぐってことが原因なのね。要はお互いプライドの戦いなのか。日本犬は特に頑固だからな。攻めと受けのせめぎ合いがたまらないわね。むはぁ、フランケン女子。そうか、犬も腐れば BL に当たる。バイコリー姉さん。特別講義2。ハルさんも嫌なら拒否ればいいのに。それでも私の犬か。無理に拒絶すると喧嘩になることが多いのよね。なのでよくあるのが、腰を落として微妙に相手に嗅ぎづらくするとか。ささやかな抵抗、もしくは思い切って嗅ぎ返しに行く。負けません。おお、頑張れハルさん。 CP の売り場を楽しめる私にとってはマーベラス。なあ、私のラフコリーのエレガントなイメージを返してくれよ。